はいどうもつけ麺ズショータン阿部ちゃんいないですね。はい、いないんです。リーダーがこれから集合なんですけど、はい、リーダーが、はい、27日、4月の27日、はい、29歳の誕生日なんです。おめでとうございます。29歳。はい、もうついにリーチと、はいで、はい、まあ、今回はちょっとね、まあ、誕生日を祝おうかなと、はい、まあ、サプライズで、サプライズ、はい、祝おうと思います。で、はい、あのリーダー、靴が全部ボロボロなんですよね。そうなんです、汚いんですよ靴があの持ってる靴全部ボロボロなんですよ、はい、なんで、まあ、今回はちょっとリーダーに、うん、まあ、靴をね、はい、プレゼントしようと思います。おで、まあ、普通に、はい、プレゼントしても面白くないんで、はい、これから集合なんですけど、はい、俺が何度かかけられた、はい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 、買うシリーズのやつ、買うシリーズ買わせられるやつ、そういきなり、まあ、カメラ向けられて、はい、まあ、買いに行きましょうと、はい、で、まあ、無理やり買わせるっていうやつなんですけど、はい、まあ、今回は、はい、まあ、無理やり買わせるんじゃなくて、はい、僕たちがお金を払ってあげようと。おー優しいサプライズ。おお、優しいですよ。多分リーダー泣きますね。泣くね、はい、もう自分が本当欲しいやつを選んでもらいましょう、うん、おで、まあ、お会計の時に、はい、俺らが払うよっていう。おお、サプライズで、めちゃくちゃいいサプライズですね。そう、これで俺らの好感度あげよう。もうグーンってめちゃくちゃ上がるから、はい、じゃあ、まあ、間もなく多分リーダー来るんで、はい、待ちましょうか。はい、はい、リーダー、ちょっと待って、何リーダー行くよ。リーダー行きましょう。ちょっと待って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 、もう待ってよ。リーダー行くよ。暑いんで早く行きましょう、はい、行きましょう。ガチの何これ、リーダー行くよ。びっくりしてんけど、何行きましょう、行きましょう。リーダー行くよ。いきなりカメラ向けられてんけど、はい、行きましょう。行くんや、はい、行くんや、はい、じゃあとりあえずあっち行こう。ちょっと、もうルビネの方やん。いや、もう暑いね。ルビネ、もう死ぬもの言わずに行きましょう。え、何これ怖いね。リーダー行くよ。ちょっと、びっくりしてんけど、なんか集合したら、なんかカメラ構えてるなと思ったら何これ。いや、行きましょう。まあまあ、着いたら分かるから、はい、リーダーこっち、リーダーこっちです。いや、俺こういうドッキリ意外とかけられたことないから。まあ、ドッキリでもないねんけど、これは何なんやろ。財布の中にいくら入ってる、一応ね。一応リアルな一貫でしょ、うん、いや、まあ、1万ぐらいかな。あ、なるほど、1万あれば。いやいやいや、これいつも阿部ちゃんにやってるやつやん、これ。いや、ここまで来たから言うけど、妥協はしてほしくないというか妥協せざるを得ないっていう時もあるやん、やっぱり。いや、人生。はい、リーダー、着きました。某有名店、某有名なアディダスです。ああ、そういうことね。某有名なアディダスです。そういうことね。正直言わせてもらうと、はい、靴が汚ねんすわ。あの、靴が汚ねんすわ。あの、そうやな、うん、それは自分でも薄々感じてました。あさってぐらいにファンミがあるじゃん、仕上がってぐらいに。確かに、まあ、それ用の舞台シューズも、うん、なるほどね、そういうことね。シューズをね、あの1回ですしね、普段使いもできてファンミで一緒になれる、確かに、を買いましょう、うん、そう、で、やっぱあなたこういうことしないと絶対買わないから。確かに、ね、GU とかで済ませようとしたから。確かに、カメラ回されないと、まあ買わんやろな、うん、妥協はしないでください。妥協はしないでね。俺たち貸すんで、いつ返してもらってもいいんで。貸すん、本当に妥協はしないでください。自分がかっこいいって思ったやつを選んでみてください。わかった、はい、じゃあ俺がほんまにかっこいいって。そうそう、妥協はしないでね。値段とか見ないで。見なくていいです。 OK、 じゃあ行きましょう。つけ麺ズ。あー、なんかさ、俺やっぱ買い物普段せへんから、こうやって改めてさ、選ばされるというか、うん、なったらすごい困るというか、何買えばいいのか、何がいいかの基準が分からへん。確かに、でもなんか黒のみたいなの欲しいとか言ったし。そうやな、ちょっと汚れにくいやつも欲しいね。そう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 、やっぱり。まあ、アディダスといったら、まあこういうスタン・スミスか、あとまあ結構こういうボツイ系の黒とかもあるよ。でもなんかやっぱ汚れにくいのがいいねんな。汚れにくいよ、ね、ずっと使えそうで、あの白いのは嫌だ。まあ多分好きやけど、フル稼働するでしょ、ちょっと、うん、こ, れ買ったの。おー、こういうごつ、ごつい黒の。なるほどね、かわいい。ちなみにお値段するんですか。これ16,000円。ああ、財布は足りてません。無難にこういうのか。あ、ありやな、うん、黒。これ
それで1万ですね。これは何なの、コンパスって何なの。キャンパス、キャンパスコンパス、コンパス、これね。そうそう、まあ、最悪あれなんじゃなくて、まあ、他にもいっぱい選択肢を、そうやな、違う、どうする、違うテンポ行く、道を見てみます。つけ麺ズ、じゃあ、エビ島とに来たんで、はい、もう、まあ、いろんな靴売ってる、はい、ここでもう、腹くくってください。消えました、はい、ここでも消えました、はい、リーダーがエアマックス95を気に召したようで、ついに試着を。もうめっちゃぴったしですね。めっちゃ横がすごいフィットする。あ、でもやっぱかっこいいよ。でも似合ってます、ね、あ、でもかわいいな、形いいな。どう、やっぱ一生もんだからめちゃくちゃ悩んでる。そうやね、俺にとっては人生最大級の買い物や。いや、かわいいと思いますよ。いや、もう値段は気にせず、欲しいと思ったやつを買おう。リーダー、じゃあちょっとお金払っていいですか。はい、お、まあ、買いますか買わないですか。そう、買います。おー、おめでとうございます。ということで、じゃあエアマックス90を購入でよろしいですか。はい、はい、ちょっと借ります。じゃあお会計しましょうか。一括でお願いします。あの、リーダー、これあの俺と翔ちゃんの誕生日プレゼントです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。俺と翔ちゃんの誕生日プレゼントです。いや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 、やりすぎやりすぎやりすぎ。だから欲しいやつをもう買ってもらうっていうので、あの、じゃないと多分いいの買わないなと思って。そう、え、マジですか。だからこれはもう書いてください。だから大事に書いてください。そう、いいです、大事に入ってくれれば。それだって、おめでとうございます。よかったですね。ほんま、はい、どうぞどうぞ。マジで1万5000円ですよ。改めておめでとうございます。いや、マジで全く、予想だにしなかったというか、まあ、誕生日は27日だから、はい、まあ、なんかプレゼントをね、はい、あげようと思って、はい、まあ、どうせなら靴ないから。いやー、だって、まあ、そういう計画してました。そう、マジで。あの、一つ言っていいですか。出費がかさむ。ちょっと待って、じゃあほんまに俺想像しなくて、自分で言うと28ファミやん、はい、俺の誕生日のことすっかり忘れた。あー、もうファミ、うん、あれでね、うちのリーダーをファンミで汚い靴を出すわけにはいかないと。いや、ほんまに、まあ、ここまでしないと多分俺自分で靴買わんよ、買わんから、うん、まあ、まあちょっと、まあ、腹くくってもう自分で、まあ、高い良い靴買おうと思って、まあ、2人とも、まあ、これやったらいいっていうから、うん、もうこれ、まあ、借りて買おうって決めたら、はい、いや、ちょっとほんまにありがとうございます。いやいや、ほんまにありがとうございます。いや、嬉しすぎる、ほんまに嬉しすぎる。これはほんまにえぐい、ね、えぐサプライズやな。もう、じゃあこれ4年履いてる。いや、もう10年。いや、これはちょっと嬉しすぎるというか。じゃあちょっと早速履いてみる。履くわ、もう、うん、かっこいいじゃないですか。生まれ変わったんじゃない。いや、ちょっと今日の服装とはちょっと合わんけど、でもガラッとイメージ変わりますね。イメージ変わる、やっぱ変わるね、はい、やっぱこういう靴履いてるイメージないから。もうこれずっと履くわ。いや、よかったですね、ほんとに。いや、これでもうファンミで履くキッズが決まりました。そうね、本当にありがとうございます。いやいや、マジで、終わり。俺、自分の誕生日楽しみにしてる。確かに2人にプレゼント。いや、怖いな。怖い、これは怖いな。頑張ろう。これは怖いわ。頑張って稼ぐしかない。稼ぐしかない。まあ、でもほんまに嬉しかったです。ほんまに嬉しいです。ありがとうございました。いえいえ、まあ誕生日じゃあ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。おめでとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。7500円。はい、ちょい7000円と、すいません。
ください。